私たちつわものサイン、品質館の演奏、新春演奏は3回目になりますね。前回、前々回は県部の縦、ね、の皆さんと一緒にやりました。で今回、ちょっと、ね、都合が悪くて、代わりに武将さん、豊田の、ね、山奥から来ました。徳川十六神将の中の一人、渡辺守綱です。あまり有名じゃないかな。はい、頑張ってます。11月は、ね、ベトナムに行ってきました。日越45周年記念ということで、ね、武将さん一番人気でした。自分はね、頑張ったけど、三味線大会で、まあね、武将じゃなくて、ね、
次の曲はラフっていうね、曲をやります。楽しい曲ですね。手拍子よろしくお願いします。はい、ね、ちょっと今日ね、風邪ひいちゃって来れなかった人がいて、最高一人で 頑張ります。前やったのは犬山から来ました。犬山の、犬山文化協会の部長さんやってて、定年して今年から頑張って、あんなにね、キレのある獅子舞はなかなかできない、ね、はい、次の曲は、あ、はい、あけぼのっていう曲を演奏します。実はこれ、さなげ山って聞いたことないですね。愛知県の、ね、山をイメージして、でも、さなげ山は、ヤマトタケルノミコトのお兄さんをね、お祭りしてる山ですね。三重県って言ったらね、ヤマトタケルノミコトの縁がありますね。はい、で、今日は、またご縁、北三浦とご縁のあるヤマト姫が出てきます。こんな感じの曲をね、演奏していきます。
金馬出身の。次は幅だったからね。あ、そうです。昨年は明治維新150周年でしたね。で、最後、セゴドンね、大河ドラマでもやってたんですけどね。西南戦争のね、幅坂の戦いってなって、17日ぐらいね、歴史、一番の歴史、ね。その幅坂の民謡があって、それを、ね、編曲した曲があって、それをね、演奏してやってる。で、実は三重県もね、ちょっとすごい時期の変化ってね、西南戦争の駅のちょっと前にね、三重県の乱とかね、あったんですね。明治維新があって、あんまり見つけて、明治維新があってね、神父か、お寺を廃止するって働きがあって、三重県のね、伊勢神宮の神官たちの仕事がなくなっちゃったんですね。あと、農民の兵と、よく武士たちの兵が集まって、1万5000人ぐらいのね、伊勢の三重県の大変なね、乱があって、それは西南戦争の前に。日本中はすぐに荒れてたんですね。はい、その中のババロとかをね、演奏していただきます。Thank you.
終わりました。正月から天気が悪いかな。あれ、前日に出てきました。サバルタカでした。もうこれで最後かな。新しい曲を作らないといけないです。ありがとうございます。次は即興演奏です。トシタさんですね。トシタミカさん。変わった方で、じゃあ、いい、不思議な才能があって、この場の雰囲気をね、その場で曲にしてしまうという、変わったり、こういう素晴らしい才能が、言わんでいきます。Thank you.
次は、さっき、今相談してます。何があるか。曲は桜なんですけど、大和姫と大和翔の物語をね、今、出てます。急に自分がそう言ったんで、北に大和、二見浦のね、言われてご存知ですかね。大和姫がね、あまり美しいので、ね、ちょうど日の出の時ですかね、何回も振り返ったということでね、三見浦ってね、名前が付きました。で、三重の言われは知ってますか？大和たけるの御事が、草薙の、大和姫から渡された草薙の御事が、剣を、ね、東方征伐に行って帰ってきたんだけど、伊吹山に行くときに油断して置いていっちゃったんですね。そして伊吹山の、悪心にやられて、歩けなくなって、ちょうど、鈴鹿とかあの辺に席なんですね。で、大和たけるの御事は死んでしまった。それで、その時足がね、ゆっくり折れちゃって、歩けなくなったから、見えてね、天命がついたっていうことを聞いたことがあります。その物語を今からね、桜に合わせて、待ってもらいます。今日初めて今から誰でどうなるかわからないので、ぜひ、見てください。
草刈りの注意をもらっていただいたところで終わりました。こんな感じで、はい、私たちつわもの祭は、演舞、または舞とかね、民謡の踊りとかですね、盆踊りとか、いろんな方と、また、新生とかね、和楽器、洋楽器、いろんな人とコラボしてね、演奏してます。東海三景っていうのもね、たまに海外の人が来てるりますけどね、結構、高齢だけど、昔は若かったんですけどね、だんだん太鼓が、はい、力強く叩けなくなったっていうのを、このね、和楽器でね、違った意味でね、新しい世界に作り上げていこうですね。で、つわものの祭が結成、名前ができたのはちょうどね、3年前のところなんですね。ここに集まったり、メンバーでね、名前をどうしようかとね、言ったのがつわものの祭だと思っています。3年目ですね。はい、ありがとうございます。最後に、ちょっとね、元気な曲、フォーラム節をね、演奏してご覧いただきたいと思います。途中でどっこいしょ、どっこいしょ、相談、相談ってね、掛け声が出ますので、ね、その時は一緒にね、お願いします。そして手拍子、よろしくお願いします。Thank you.
ハイスクールだったので、授業しても大変だったので、はい、あの、つわもの祭でした。どうもありがとうございます。はい、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。午後もあります。冒頭にご挨拶を申し上げました、愛知県豊田市からやってまいりました山本博信です。つわもの祭として活動し始めてからもうこれで2年目に入るんですけど、このような本当に近日感、趣のある建物の中でこうやって舞を立てていた展望をやっていただいたこと本当に光栄に思っております。この機会をいただいた鈴木さんとあとは近日感の関係者の方々もう本当にもう今日はこの場を借りてまたどこかでお会いすることがあったら、また近日間で会ったよというふうに声をかけてもらえれば、僕もちょっと不審者としての、まあ、疑惑も晴れるかなと思いますので、どうか皆様のご協力もよろしくお願い申し上げたいと思います。本日は本当にありがとうございます。皆様、明けましておめでとうございます。年の初めにこんな素敵なところ、私、名古屋に住んでるんですけれども、全くこんな素敵なこと知らなくて、この演奏で初めて知って、昨日も晩から来て、おいしいものをたくさん食べて、たくさん飲んで、すごいご機嫌で参りました。本当に音の反響もいいですし、ね、景色も最高なんで、本当に幸せな気分になりました。皆様も今年一年、たくさん幸せになってください。今日はありがとうございました。皆様、明けましておめでとうございます。そしてお会いできたことを心から感謝しております。今日は品質さんとは本当に先ほど言ったと本当に素晴らしい場所ですね。そして今日はとても心が穏やかで、先ほどのお札とってもですね、その場所で、感じたものを演奏するんですが、もっと激しい音が出たりするんですが、今日はもう最初から最後まで何かとってもね、そこから見える波のこう美しい水面というかですね、爽やかなイメージがずっとここに漂っているように、思いまして、あの曲が奏でることができました。皆様方、今年一年が素晴らしい歌詞になりますように、このようにお会いできたことを本当に心から感謝いたします。今日はありがとうございました。皆さん、素晴らしい挨拶ですね。自分が一番いいかと思います。今日はどうもありがとうございました。またお会いできるときを、また来年もね、来たいと思います。